皆様おはようございます日本の総理大臣の岸田文雄です本日は B7 東京サミットにお招きに預かり誠にありがとうございます G7 議長国の内閣総理大臣として G7 各国の経済界を代表する皆様方のご訪日を心から歓迎を申し上げます えー、今日の国際社会はロシアによるウクライナ侵略という国際秩序の根幹を揺るがす事態に直面をしています今世界は歴史的な転換期にありますこのような中で価値を共有する G7 が追う責任は 極めて重く私は G7 広島サミットにおいて国際社会の諸課題を克服するための決意、道筋、具体的な行動を示したいと考えていますその際、2つの視点を重視しています1つ目は法の支配に基づく 自由で開かれた国際秩序を守り抜くことです。法の支配は人間社会を律する基本的原則であり、価値観の違いなどと言って逃れられる次元のものではありません。力による一方的な現状変更の試みや、ロシアが行っているような核兵器による威嚇、 まし,てはましてや、その使用はあってはならず、断固として受け入れられません。G7 はロシアによるウクライナ侵略に対して、これまで結束して対応してきました。3月21日、私はウクライナを訪問し、市民の虐殺があったとされるブチャ市を訪れ、 この目と耳でロシアによる暴挙を目の当たりにしていきましたまたゼレンスキー大統領と首脳会談を行い G7 議長国として厳格な対ロ制裁とウクライナ支援における G7 の結束を維持していくことを表明いたしましたゼレンスキー大統領とは ウクライナの戦後の復旧・復興における民間セクターの重要性も確認をしています2つ目はグローバルサウスと呼ばれる国々への関与の強化ですロシアのウクライナ侵略は途上国をはじめとする世界の人々の暮らしに大きな打撃を与えました これらの国々が直面する諸課題に耳を傾け、その解決に取り組まずして、彼らとの信頼関係を構築することはできません。このため、広島には G7 の首脳に加え、8カ国の首脳と7つの国際機関の長を招待し、アウトリーチ会合も実施をいたします。 G7 広島サミットで議論すべき課題は山積をしています。エネルギー、食料安全保障を含む世界経済、ウクライナやインド太平洋を含む地域情勢、核軍縮不拡散、経済安全保障、気候変動、保健、開発といった地球規模の課題、 そしてジェンダーやデジタル化などへの対応などです。私は先に述べた2つの視点の下で、で、そうした幅広い課題について、G7 首脳と胸筋を開いて突っ込んだ議論を行い、そして成果を示してまいります。今、世界経済は地政学リスク、また物価高騰などにより、 不透明な先行きに直面をしていますこうした時こそ G7 が世界経済を力強く牽引し持続的成長の実現のために課題解決を主導しなければなりません私は我が国において新しい資本主義を掲げ成長と分配の好循環の推進のため 人への投資を重視しつつ DX ・ GX イノベーション推進、促進スタートアップ育成の取り組みを進めています先進各国においても安定的なエネルギー供給の確保サプライチェーンの強靭化や気候変動などの課題に直面しており こうした社会課題に対し、官民で連携をし、投資を喚起する取り組みが大きな流れになっています。私は来る G7 広島サミットにおいて、このような社会課題の解決のため、官民が連携した取り組みの重要性や、国際的な連携について議論を深め、 持続的な成長を牽引したいいと考えています今、グローバルサウスの国々は、インフラ、気候変動、エネルギー、保険等のさまざまな分野で、また、SDGs の達成に向けて、投資や民間資金を必要としており、G7 でも、 そのための方策について議論を深めていきたいと思っています。この関連で、日本の取り組みを紹介しますと、先日、私は自由で開かれたインド太平洋、FOIP のための新たなプランを発表いたしました。国際社会を分断と対立ではなく、協調に導く。 という目標を掲げて、このフォイップ協力を充実していきます。官民のシナジー効果を生み出すべく、投資を呼びこ呼び込む新たな民間資金動員型 ODA の導入や J ビック法改正によるさらなる民間資金の動員を進めていきます。 特にニーズが大きいインフラ面において我が国は2030年までに官民合わせて750億ドル以上の資金をインド太平洋地域に動員をし各国とともに成長をしていきます。本日のの東京サミットでも主題課題課一つとして グローバルサウスとの協力の推進が議論されると承知をしていますが官民が連携をしこの G7 全体としてグローバルサウスを支援していきたいと考えています気候変動とエネルギーについて申し上げますロシアによるウクライナ侵略によるエネルギー安全保障の確保の重要性が再認識される中においても 2050年ネットゼロに向けた目標は不変です各国地域の事情に応じた強靭なエネルギー移行の道筋を示していく必要があります G7 広島サミットでは世界の脱炭素の実施の進展気候脆弱な人々を守り抜く 質、量、双方での支援、エネルギー安全保障を確保した2050年ネットゼロへの取り組み、この3点に焦点を当てていきたいと考えています。貿易と経済安全保障についても申し上げます。今日の我々の経済的な繁栄の基盤となったのは、自由で公正な多角的貿易体制であり、 G7 広島サミットでは、まずその重要性を再確認したいと思います。他方、今日、世界がパンデミックや、ロシアによるウクライナ侵略といった危機に直面する中、我々の経済の強靭性が問われています。世界は重要資源の供給途絶や 相互依存的な経済関係に潜む脆弱性を含め、経済安全保障のリスクに備えなければなりません。G7 広島サミットでは、サプライチェーンや基幹インフラの強靭化、非市場的政策慣行や経済的威圧等への対応等について、首脳レベルで率直な議論をしたいと考えています。 えー、せっかくの機会ですので、日本経済についても述べたいと思います。えー、岸田政権は、海外からの人材、資金を積極的に呼び込むことにより、我が国全体の投資を拡大させ、イノベーション力を高め、海外からの新たなビジネスチャンスを拡大し、日本のさらなる経済成長につなげていきます。 そのため、半導体などの戦略分野において、強靭なサプライチェーンを確立するための投資促進策に加え、アジア最大のスタートアップハブの形成に向けた戦略や、海外の人材が日本で働きやすくなるような、高水準の在留資格制度の創設などを盛り込んだ 新たな数値目標を設定したアクションプランを今月にも示します。これを実行していくことで、日本を世界にさらに開かれた国にしてまいります。ぜひ日本に対する投資をお願いしたいと思います。最後に B7 への,の期待について一言申し上げます。世界経済の 繁栄とその基礎となる国際社会の平和と安定を守り抜くことは G7 の使命です。えー、来たる広島サミットにおいても私はその使命を真剣に果たす決意です、えー。その際、経済界の皆様の視点を得ることが極めて重要です。えー、本日は1日かけて世界が直面する課題について 政府と経済界がいかなる協調ができるかなど、活発な意見交換がされる、こうしたことを大いに期待をしております。ごご清聴誠にありがとうございました